こちゃん、小豆島のコルセット漁師浜湯です。で、今年もやってきましたマナガツオ漁、今回はですね、僕腰痛では行けないので親父のマナガツオ漁についていきたいと思います。で、作ろうか迷ったんですけど、今年はですねマナガツオの製品も発売いたしますが、その悩んだ理由はまた後からお伝えして、とりあえず沖に向かっていきましょう。それでは行きましょう、レッツゴー。で、今ね、7月の末なんですけども、セミがね、うちの裏山すげえ音が鳴りますが、まあそれは関係ないんで行きましょう。あちぃ、キンホリぐらい暑いね。いや、で、僕ね、太りすぎてね、もうこのコルセットのこの上見てください、これ肉が乗りまくってるんですよね。いや、これぐらい魚も今日乗ってくれたらいいですね。到着。うい、何が多いよ、あんまり汚い、カマさんと手伝って。はい、それではいつものように尺稼ぎ長靴履くシーンからやっていきましょう。いつもと違うことといえばですね、私はこの時ぎっくり腰を患ってまして、かなりね、腰が痛い感じでした。まあさっきみたいに走るとかはできるんですけど、腰かがめたりね、重たいもの持つのがね、痛くて非常に辛い。で、奥の船が僕の船、手前の船が親父の船というわけで、今回は親父のマナガツオ漁に同行させていただきたいと思います。ただ今年は大変大不良で、いつもね 2,3 枚しか取れなくて、果たして今日はたくさん取れるのでしょうか。その思いを胸に船を出航させていきたいと思います。なんかうまいこと言おうと思ってもね、あの語彙力がないので難しいです。で、今僕の港の前、なんか新しいというか波消しの鳩を作ろうとしてて、でっかい船が止まってますね。それでは沖に向かって出航していきます。で、湾中は大したこと、鳩中、湾中は大したことなかったんですけど、ちょっと沖に出るとですね、このように非常に、波が高くてですね、私の腰をドシンドシンと、叩いて非常に痛かったです。で、親父はなんか無線で仲間内で、楽しそうに喋ってます。船内に来ました。大変で、ね、波が強くて、こちら新しく雇った同級生のカメラマンのお腹なんですけど、めちゃくちゃブルンブルンと揺れております。さあ、そしてしばらく船を走らして、ポイントの方に到着しました。何やらレーダー、GPS とにらめっこする親父、そして回るレーダーというわけで、ポイントに到着したので網を仕掛けていきたいと思います。じゃあまず網やる準備をしていくんですが、なんでこっちを見てるんでしょうか。まあそれはさておき、まず灯台ですね。青い灯台が南側です。じゃあ網をネットローラーから出していって網やる準備ですね。で、網やる準備が終わったら、なんだろう、ちゃんとしたポイントに、ちゃんとしたポイントっていうか、まあちゃんとしたところに行って、灯台を入れて網をやっていきます。さっきくるくる回ってたのは、なんだろうな、なんて言うんだったっけな、まあすそくり、バタクリなんだったかな、まあそんな感じで、この網の下の重りの沈止コードをですね、書き出す役割を持ってます。で、等間隔でこの浮く受けフロートをつけていって、海の中で網が流れるから流し差し網って言います。まあ僕のね、チャンネルをもう見てくれてる人は多分 5,6 回ぐらいは聞いてると思います。さあ、網も長さがだいたい2キロぐらいあります。2キロで高さが30メートルぐらいありますので、かなり網やるだけでも40分ぐらいの時間がかかります。それでは僕も、手伝いながら網をやっていきます。うまぴょい、ね。あの、ウマ娘っていうですね、ゲームがあるんですけど、僕はやってないんですけど、まあ可愛いから、なんかその PV だけ知ってるみたいな感じです。それでは網がやり終わりましたんで、こちらだいたい30キロぐらいの鉛をつけて、今回は、網に、なんだろうな、船をつけた状態のまま置いて流していきたいと思います。で、こちら遊管といってですね、まあトラサーバーっていうんですけど、こう左右に動いてうまいこと網がね、平均的に巻けるよって道具ですね。で、なんとね、この風の中、この細いロープ1本で持ってるんですよ、このでっかい船がですよ。もうほんとね、すごいですね。じゃあエンジンを止めて、ご飯の時間です。はい、というわけで網がやり終わりました。で、網やって、まあ1時間ぐらい放っておいて網をまた繰ります。その間にマナガツオが刺さるというわけですね。で、僕はぎっくり腰で全然来れてないんですけど、今年はね、マナガツオが大不良ということで、まあいくら取れるかあんまり期待はしないようにお願いします。じゃあ待ちましょう。あ、飯や、飯はいつも何ですか。おにぎり、我が家特製のおにぎりです。なんで彼は喋らないのでしょうか。そこは謎ですが、いつもですね、親父は
お母さんが作る、なんだろうな、うちの海苔で作ったもう茶碗に海苔の上ドカンとして梅干しで巻いただけのおにぎりです。これがめちゃくちゃ美味しいんですけど、いつもそれを持って行ってます。で、僕はまあ太りすぎているので、まあ無駄な抵抗野菜炒めですね。さあ1時間ぐらい経って日も落ちてきました。めちゃくちゃ綺麗な風景、漁師の特権といったところです。で、今だいたい 0.6 ノットぐらい、平均ぐらいで流れてますね。1キロぐらいかな、うん、1キロぐらいの速度で海の中を網が流れている。さあそれではエンジンをかけて、電気をつけてカッパを着て、いよいよ網を巻いていきましょう。果たしてマナガツオはいかほどかかっているのでしょうか。じゃあレバーを回して網を巻いていきます。で、こちらネットローラーですねで、先ほどやった鉛のとこが上がってきて、いよいよ網が来ました。じゃあ僕も準備しようということで、カッパを着て、手伝いに行こうと戻ったらですよ、なんと早から1匹目が来てました。最近 2,3 匹しか取れないって聞いてたのに、マナガツオ、こちら見たことない人もいるかもしれません。マナガツオというですね、まあ、全然カツオではなくて瀬戸内海のカツオという意味で、まあ、マネガツオから、マナガツオが来てると言われているですね、もう瀬戸内海のカツオでございます。なんかマンボウの小さいバージョンみたいな見た目はしてるんですけど、味は非常に繊細で、甘みも強く美味しくですね、もう瀬戸内海で随一、随一というかもう結構な最高級部類の高級魚の一つです。さあ食ってるとなんと2枚目もやってきました。こんな体をしてるんです、見た目をしてるんですが、パワーは非常に強くてですね、泳ぐスピードも大変速いと、そういうお魚です。前回のこちらの動画では、まあ、泳ぐシーンを載せたと思います。で、これ全部ね、ちゃんとしっかり頭の背骨を落として、尻尾の方も切って流水血抜きで血抜きをねしっかりとしていきます。で、今来ました、こちらなんだろうということなんですけど、お化けクラゲ、正式名称を忘れてしまったんですけど、なんか海の中でお化けに見えるようなお化けクラゲですね。僕はこれほったらかして巻くんですけど、親父はね丁寧にいつもすごいと落としております。まあなんだろうな、あれをそのまま巻くと臭いんですよ。で、こういうねタツに、なんだろう、魚があれしたら魚が傷むので、シュッとね今ちゃんと傷まないようにね気をつけてやっております、巻いております。まあ、なんせ1匹うん千円というすごい高級魚ですからね、でかいやつになるともう万円つきます。お店で食べるとさらにその上がいくというですね、すごい魚です。で、魚も溜まってきて、僕のボルテージも高まってきたというところで、手伝っていきます。私はなんだろう、この紐を取って紐をつけていく役割をしておりました。なるべくね腰を曲げないようにコルセットもきちきちで気をつけて、バーン取れましたっていう感じですね。じゃあ僕も締めて、尻尾も締めて、しっかりと流水血抜きで、溜まってきたらこちらのクーラーボックス、発泡スチロールのでっかい箱に入れて、で水を入れていくんですけど、あのマナガツオって鱗があんまり剥げてるとよろしくないっていう、なんだろう、見た目的な問題があって、でもう必要最低限の水だけ入れていきます。で、こちら、暴れておりますお魚、ヒレがおさ綺麗なお魚、ホウボウですね。地中の中を、海底をホウボウとさまようから、ホウボウとも言われてます。で、こちらが赤エイじゃありません、こちらトビエイです。トビエイはですね、ほんとバーンって海の上を飛ぶからトビエイですね。で、こちらが赤エイ、まあおそらく赤いから赤エイなのかなと、勝手に推測しております。どちらともですね、ギザギザの抜けないような逆剣になっているトゲが、毒針がついております。だから大変ね危険です。で、こちら今2人で外しているのが、じゃーん、ハンマーヘッドシャークですね。シュモクザメが多分正式名称なんですけど、このように頭がハンマーの形になっていることから、ハンマーヘッドシャークという名前がついております。この子はですね、歯が大変鋭くて、僕一度カッパの上から噛まれたことがあります。で、腰が痛くてですね、腰が痛くて座ってたんですけど、なんか元気に歌ってますね。で、こちらテナガダコの足がかかってきてましたんで、ちょっとチュルンとね食べてみました。まあ美味しかったんですけど、若干生臭いので、やっぱ醤油をつけないとダメだなっていうのが正直な感想です。正直 YouTuber としてやっておりますのでね。で、こちら今日1ぐらいに大きいマナガツオが来ましたね。で、マナガツオもなんやかんやでかなり溜まってきました。すでに十何匹溜まっているんではないでしょうか。さあ、来ること約2時間、残りの網も少なくなってきて、今宵の網くりは終了です。
じゃあ灯台を上げて、帰りたいと思います。最後にね、船とかの掃除もしっかりと、して私が痛い腰を抱えながらやっております。抱えてはない。はい、じゃあ終わりました。帰ります。というわけで、夜の真っ暗な海の中を帰ってきました。何やら私のズボンが裂けてるように見えます。はい、それでは最後にサーラの網からマナガツオの網への乗せ替えシーンを見ていきましょう。それではエンジンをかけて、まず船を180度回転させてサーラの網を下ろしていくんですけれども、私の船はですね、スラスターといって船の前にね、ペラがついてて、なんだろう、うまいこと左右にするやつがないので、バックで止めるというのが大変難しいです。まあそこをなんとか頑張って止めて、船が180度回転できたら、次こちらマナガツオの網ですね、この上に乗っている、大量の重し、いかりを一つずつ乗っけていきます。なんでこんだけ重しをしているのかっていうと、高潮で満つとですね、ここまで海が来ちゃうので網が流れないように、もう大量のね、いかりを乗しております。そしたらカバーを外して、次その横にマットを引いて、先にサーラの網を下ろしていきます。サーラの網を掴んで、こうビーッと引っ張っていって、でそれを2人で山のようにどん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 重ねていくという、これをね、1人でするとめちゃくちゃ大変です。だいたい1時間ぐらいかけて2人で網を下ろし終わりました。じゃあ次にマナガツオの網を巻いていきます。同じようにネットローラーでぐるぐるっと巻いて、おしまいですね。特に説明するような盛り上がるところもなく、こんな感じで網が巻き終わって終わりです。では、はい、じゃあただいま。はい、で今日はなんとですね、28匹も取れて、僕らの船の南側は1匹で、僕らの船の東側はなんと7匹しかいなくてですね、たまたま運が良かったというわけで、で運が悪かったことが1つ、僕が太りすぎた弊害として、こちらお尻がね、完全に破けちゃった。気に入ってたティゴラなのにね、残念。それじゃあ冒頭でもお伝えした通り、今年はマナガツオの製品を作りますので、いつもの加工センター木村さんの方に行きたいと思います。それじゃあ加工センターへぴょーん。はい、というわけでいつもの加工センターにやってきました。あれからね、1ヶ月もね、時が経ってしまいました。はい、新鮮市場木村水産加工センターです。それじゃあ早速マナガツオを加工していきましょう。木下さん、今日もよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、じゃあちょっと打ち合わせをしていきたいと思います。値段がこれぐらいになったんですよ、やっぱ。ああ、めちゃくちゃ高いですね。寄り抜きで取っとったら、やっぱりサイズ限定してるんで、そもそもの高級魚のマナガツオがさらにめちゃ高いという。そうですね。だけどそれでこれぐらい値段になってしまった。ブドマリはまあこれぐらいやったんですね。はい、じゃあいつものように着替えました。もうね、4回目ぐらいの撮影なんで、パッと行きたいと思います。はい、お願いします。お願いします。最近検温も、あ、検温器も、はい、最近。はい、ありがとうございます。でいつものように手洗います。はい、じゃあ手袋も完璧。じゃあ工場の中潜入していきましょう。ございます。お願いします。はい、こちら立派なマナガツオです。ちなみに 1.8 キロぐらいのものを使用しております。はい、じゃあまず鱗を落としていきます。やっぱね、カツオの鱗は落ちにくいんで、こういうね、たわしみたいなのでこすっていきます。じゃあ綺麗に落ちる。で皆さん3人が、一斉に鱗を落としていきます。バチバチ超えてるマナガツオです。はい、じゃあ次切っていきます。まずエラのとこ包丁入れて、でお腹割っていきます。でくっぱりと内臓を出していく。でエラも取っていきます。で綺麗に洗っていきます。で皆さん同じようにやっていきます。で木下さんが匠の技を見せてくれるということで、選手交代です。まず鱗を取っていきます。激しく見えて、そして優しい、まさに木下さんのような鱗の取り方。はい、じゃあ鱗が丁寧に取り終わりましたら、次エラのとこ切れ込みですね。はやー。でエラを取っていきます。で次鎌のところを割って、でクパッと開いて、エラと内臓を取っていくようです。こちらの個体はメスですね。はい、じゃあ見事な卵が取れました。綺麗に洗っていきます。今回頭も出すんでね。そうですね、頭も使うので丁寧に洗ってくださってます。はい、でまな板綺麗にして、で魚の水分も綺麗に拭き取ります。お腹の中もちゃんと水分取って、ここから余分なヒレだけ落とします。ここがこだわりなんですね。尻尾も、あ、尻尾は見た目よく落とすんですね。そうです、そうです。これで綺麗な V の字です。こっちの方が可愛らしいです。確かに。でここから筒切りにしていきます。はい、まず頭の方から
豪快ですよね、本当これ。そうですね、頭の方も贅沢に。もう一つで合計で5キロですね。合計で5キロで、最後の一切れを切って、これで、はい、こちら終わりです。もう丸ごと1匹使います。めちゃくちゃ贅沢な切り方でございます。そしたら水分取るん でこっち頭3切れが、はい、何もしてない、味噌にもつけないやつ、はい、プレーンですか。プレーンです。で尻尾の3切れが味噌漬け用に。なるほど。これでちょっともう一回水分取ります。いや身もすごい綺麗です。超えてます。脂の乗りもいいですね。でここから塩水処理いきます。塩水処理、はい、お願いします。どうやらこちらで塩水処理を行うようですね。でこちらが、つける味噌でございます。これをまずこの綺麗な中に引いていきます。はい、じゃあ塩水を作ります。これ何パーセントですか。これ 1% です。 1% 元気 1% の塩水です。はい、元気は100ですね。そしたら尻尾の方、味噌漬けの方ですね。味噌漬けの方だけ塩水につけていきます。はい、これ本来は1日つけるんですよね。そうです。30分つけて1日間もう一回水分除去します。塩水につけることで余分な水分が出ますので、はあ、旨味の濃縮というわけでございます。ちなみにこれはさぬきの中屋のお味噌さんです。そしたらつけていきます。はい、じゃ本来は1日脱水したものをつけますね。はい、でつけるときなんですけど、この紙1枚味噌の間に敷きます。味噌の上に敷くんですね。染み込むタイプの、はい、やっぱり余分に味噌がついとったら味噌が焦げたりしますんで。なるほど。これでもしっかり味は入るん でこちら並べていきます。で、もう一回紙かぶせて、この上から味噌をかぶせます。本来はもっと全体にまぶすんですけど、まあもったいないですもんね。そうですね。これで、何日置いておくのでしょうか。この状態で冷蔵庫で3日間。あ、3日間もじっくりと、はい、3日経ったら綺麗な色もついて美味しい味噌漬けの出来上がりですね。はい、できます。で3日経ってから、はい、1パックずつコシンクにされたものを冷凍庫にしまってます。なるほど。じゃあ冷凍庫の中見ていきましょう。工場見学ですね。うわ寒っ。めちゃくちゃ寒いです。これ全部在庫ですか。そうです、そうです。今回分です。今回分、150パック限定で。これがノーマルのやつですね。はい、こっち側に味噌漬けが入ってますんで。なるほど。こちらがノーマルタイプの、はい、こう真空してくれてます。で瞬間冷凍。そしてこちらが味噌漬け。あ、いい色入ってますね。飴色になったんですか。すごい飴色で美味しそうに使っております。はい、それでそれらを梱包したものがこちら。はい、じゃあ開けていきます。オープン。おお、かっこいい。もう丸々1匹分の 1.8 キロ分のマナガツオ、高級なマナガツオが綺麗に入ってます。で下身3つが味付け、味噌漬けで、上がプレーンで塩焼きをお楽しみいただけるというね、そういう商品です。でサーラの製品の時も届いたらめっちゃでかいってコメント多数いただきました。これもね、思ったよりめちゃくちゃでかいです。はい、じゃあ工場はこんな感じでした。持って帰ってね、ちょっと焼いて食べてみたいと思います。木下さん、今日はありがとうございました。ありがとうございました。ではお家の方へ帰ります。はい、というわけで帰ってきました。で持ち帰ってきたマナガツオがこちらですね。大変大きいです。はい、じゃあちょっと調理していきたいと思います。レッツゴー。で本来は冷蔵庫で解凍してください。それじゃあ味噌漬けとプレーンを開封して、で水気取って、でプレーンは塩をしておきます。で焼くやつに乗せたら、あとは焼くだけです。分厚いので焦げにだけ注意してください。で頭も開封して、で軽く洗います。で水気取って、で真ん中で割ります。柔らかいんで簡単です。で一つを揚げるんで適当な大きさに切っていきます。でちょっと硬い骨のとこ、こうやってね叩いてあげると、あの油が入って全部食べれます。で片栗粉をまぶしてじっくりと揚げていきます。で残り半分は煮付け。はい、というわけでできました。だいたい3分の2ぐらいの量ですね。マナガツオの味噌漬けとこちら塩焼きです。でこちらがマナガツオの揚げたやつに塩振ったやつです。もうシンプルにしました。で最後にマナガツオの煮付けです。これはプレーンで煮付けても構いません。天ぷらもあり。それじゃあ竹雄、始めようか。はい、それではいただきます。超高級魚のマナガツオ、どんな味なのでしょうか。じゃあまず味噌漬けからいただきましょう。うわ、もう身がねホクホク。いただきます。うん、マジか。食べた瞬間ほんまにびっくりします。今まで多分皆さんが食べたことないぐらい身がほろっ
と柔らかくて、もう口の中でもうパズルにもなってない状態、今よくわからないんだけど、ほどけて、その瞬間口にマナガツオの旨味、それからサヌキの味噌の旨味がね、いっぺんに広がる。これはうまい、本当にね、後悔しない。僕まずいもんはまずいって言うけど、うまいもんはね、絶対うまいっていう。次はこちら塩焼きですね。塩焼きもホクホクです。うん、塩焼きの方がね、水分量が多かったんで、若干長めにやった分、身がね、すっごいしっかりしてて、ガツンとくる旨味です。まあでも僕は味噌漬けの方が好き、めっちゃうまい。そしてカリカリに揚げた唐揚げ、うん、うまい。普通の魚って骨食べるだけ揚げようと思ったら身がパサつくんですけど、これ柔らかいんで骨も全然食べれるのに身もうまいっていうね。身もふわふわ、てかマナガツオいつまでもふわふわ、ふわちゃんです。で最後にこちら煮付けですね。うまそう。うわ、うん、考えられんぐらい煮付けやのにマナガツオ自体のうまみもあって、ほんまに柔らかい、マナガツオにしか出せん食感、うまみ。これね、ほんま商品やから褒めるんじゃなくて、マジでうまいから。おマナガツオはね、ほんま高級魚たるゆえんがわかるな。でこのヒレまで食べれるからね、うん、やっぱ何より味噌漬けが一番うめえな。これご飯と食ったら最高やろ。うん、もうほろほろやしね、芯までしっかり味が染みて、おいしい、優しい味で。プレーンはここで切ってね、全然天ぷらにしてもらっても大丈夫だし、絶対後悔はさせません。高級ローテルで食うよりはだいぶ安くつくと思う。最高。はい、というわけであとはゆるりと。ごちそうさまでした。はい、というわけで皆さん本日もご視聴ありがとうございました。今回作ったマナガツオの製品の購入先は概要欄にありますので、よろしくお願いします。150セット限定です。まあただね、商品の値段がめちゃくちゃ高いんで、いろいろ言われるかもしれないんですけど、本当に元がめちゃくちゃ高いです。僕も全然無茶なことはやっておりません。ただごっつうまいです。サーラの森の製品の時もそうだったけど、自信持ってね、おすすめできます。親父の寮から始まり、いろいろありました。2回目になりますが、概要欄の説明をよろしくお願いいたします。じゃあね、See you next time! バイバイ!